それはいい。ちょっと色気ありますね。あるね。私こういうところが大好き。好感度上げる。上げる。こっちが攻めに行く、うん、楽しい。ちょっと楽しい。なんかこの秋一番楽しいかもしれない。はい、こんにちは、シトーレです。今日はどこにいるかと言いますとですね、麻布台ヒルズですね。ここに来たの初めてだよね。我々のチャンネルでは初めてですね。日本初の路面店の香水があるということで、こっちです。早速行きましょう。神谷町の駅はこっちにあるんだけれども、そこ上がってきてすぐの右側ですね。どちらかというとレジデンス地方ですね。駅すぐなのにすごいね、落ち着いてるので、こっちがあのホテルの入り口になるから、結構ね、あの居住区に近い感じ。はい、もういい匂いなんですけども、こちらになります。ドーン、カルトゥージャになります。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めまして自己紹介よろしくお願いします。カルトゥージアの PR をしております増田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私がカルトゥージア麻布台ヒルズ店店長の天野と申します。天野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけども、カルトゥージアどんなブランドか教えてもらってもよろしいでしょうか。歴史が長いブランドでして、うんうん、1380年までブランドの歴史は遡ります。1380年、室町時代。イタリア本土から、王妃がカプリ島へ来島するという知らせを受けて、島中にある花々を飾り付けて、その装飾を片付けていた際に、残った水の中から不思議な水の香りがするというところがレグランスとなるきっかけになっております。カルトゥージアのブランドとなるまでの、話としては、それから500年以上が経ち、その不思議な水の、記述が書かれている古文書を見つけて研究をするために、ローマ法王へ、許可を得て研究所を設立したことがきっかけになっています。それはいつくらいなんですか。1948年です。2002年まで、イタリア本土においても手に入らない、カプリ島に行かないと手に入らないブランドだったので、世界一小さな香水製造所とも呼ばれているような。そんなニッチフレグランスの U みたいな感じだね。もうあの香水沼の住人としては大好物です、はい、大好物です。はい、じゃあ天野さん、じゃあカルトゥージアといえばの匂い、おすすめ教えてもらってもよろしいでしょうか。かしこまりました。まずカルトゥージアといえばメディテラネオ地中海という名前のフレグランスでございまして、カプリ島で採れた、レモンですとか、できる限りカプリ島で採れたエッセンスというのを最優先に使用しておりまして、中でもこう一番爽やかなこうレモンとベルガモットの香りから、ほんのりジャスミンとグリーンティーがキーノートになっておりまして、なんかあのレモンティー、レモンティー甘酸っぱい系だ。柑橘系って夏っぽいじゃないですか、これ四六時中いけますね。そうなんです。一年中のあの柑橘系。もう少しお時間が5分10分経ってトップノート過ぎますと、よりティーの香りが、ちょっとこう強くなってまいりますので、本当にこう誰もが癒される心地の良い香りっていうような、人から香ってると最初思わないかもしれない、この空間の香りとしていい匂いだなって。どこに突端があるんだろう、この人かみたいな感じの匂い、これ一番人気です。これがもうダントツのもう一番人気の香りでございます。これメンズがつけるのもありですか。もちろんありです。これつけといてほしい、これはつけといてほしいやつだ。これはいくらくらいなの。50ミリで税抜きで1万6000円でございまして。安くない。あ、ありがとうございます。少ない少ない。でさらにですね、こちらが 100ml なんですけれども、税抜きで2万円でこのサイズ感の価格でございます。50がいくらでしたっけ。1万6000円。そうですね、税抜きで1万6000円。倍になって2万円と。はい、倍じゃないよ。倍じゃないよ。今持ってくださってるアマレは価格がちょっとワンランク上の。あ、そうかそうか、大きさだけですね。大きさだけの比較で言うと、ちなみにこの柄は何なんですか。こちらがあのギリシャ神話 の、あのセイレーンのアイコンをもともとはモチーフとしておりまして、だからいろんなところについているの。そうなんです。そこがまたちょっとこうカプリの植物で多くの方を魅了するというところで、あのカプリの植物もちょっとこう、この端っこ端っこにね、はい、他も嗅いでみましょう。他も、これちょっと5分10分後にもう一回やらせてもらいます。これ
ちらがビアカメレーレというカプリ島で一番有名なこのブランドストリートの名前を冠した香りなんですけれども、うん、最初はこう柑橘にマジョラムというちょっとこうハーブのちょっとこうすっきりとした香りが特徴なんですけれども、うん、今はすごく爽やかだと思うんですけれども、うんうん、どちらかというとお時間が経った後このハーバル感というのはこうすごく落ち着きまして、うんうん、あのどっちかというとスキンパフュームのようなすごく柔らかいムスキーな香りに変調してまいります、うん、もう来た、もう来た、はい、なんていうかどちらかっていうとシャンプーとかあのボディーソープ系の香りっていうんですかね、柔らかい感じだから、これも香水が職業上つけづらいとかあんま苦手って人もいける、これ私好きです。 ありがとうございます。これもう一回5分だったら教えてください。次は次がイオカプリという、うん、あのキーノートといたしましてはあのイチジクの香りと相反するタバコのお花というものを加えてまして、もういい、ジュクジュクの真ん中の方の味ですね、はい、あーでもそのタバコって言ってる理由もわかる、はい、男の人いいかもしれないですね、はい、ちょっとこうスモーキーさが走ってるので、うんうん、かっこいい人がつけといてほしい、うん、そうですね、うん、これはいい、ちょっと色気あります、あるね、あるね、うん、私こういう男の人大好き、うんうんうん、男性にプレゼントしたい、うん、次は、はい、こちらの1681というちょっと数字の名前を冠したあのフレグランスなんですけれども、うん、こちらは実際にカプリ島に実在する最も歴史の古いあの修道院の香りになってまして、うんうん、1681年にできたぞみたいな、一応そちらに建物に刻まれた年号にはなってるんですけど、うん、そちらが、まあ、実際に本当に建てられたかどうかはちょっと定かではないんですけれども、うん、実際に建物には刻まれているという年号を冠した香り、おごそかですとか、うん、こう安らぎを与えてくれるような、これ修道院だ、はい、あのね、修道院の、 あの人たちが寝るところの匂い、キーノートと実際になってますのは、うん、カプリで採れた柑橘に、うん、アイリスのお花のアブソリュート、うん、そこにあのお香とサンダルウッドというような、サンダルウッドか、はい、いやこれルームフレグランスで置きたいくらいにいい、あ、うんうん、どちらかっていうと自然ですよね、そうそうそう、香水じゃない感じ、うんうん、自分が身にまとうものの中でいい匂いがする時の、うんうん、ものの匂いがする、うん、あとこれだったらファッションのジャンル選ばないと思う、うん、そのモードっぽい感じからコンサバな人まで、うん、どの人にも合う匂いっていうんですかね、良いよ、うん、ちょっとその前に5分経ちましたね、はい、ちょっと飲まれてもいい、はい、あ、確かに紅茶っぽくなった、はい、一番最初の匂い、最初は本当レモンティーから普通のお茶っぽい、うんうん、あ、わ、うん、こっちもちょっと華やかになってきた、はい、はいはいはいっていう、なるほど、はい、じゃあ次は、はい、こちらちょっとこうパッケージからカプリの同様に出てくるプルチネッタという道化師 の、うんうんうん、あのキャラクターになってまして、グルマン系と言われる、まあ、甘く美味しく食べたくなるような香りの、うん、まあ、ジャンルの香水なんですけども、グルマン系っていうんだそういうの、はい、かなりこう複雑な、うん、こうその時々でただ甘いだけではなくてすごく、あ、もう甘い、楽しい香りがいたします、もう甘い甘い、 あのね、甘いんだけど、はい、デザートの甘さっていうよりも、うん、食後酒の甘さ、はい、酔わせてどうしようとしてるのって感じの甘さ、うんうんうん、あ、柑橘、スパイス、ヘーゼルナッツ、クリームアコード、コーヒー、うんうん、バニラっていうので、あ、3時のおやつじゃなくて、23時のおやつの匂いですよ、うん、あの毎日つけるっていうよりも、うん、ここぞという時のデートにつけていくといいかなって感じの匂いですね、うん、本当の妄想の話してもいい、あのちょっと鍛えた体のスーツの人に着てほしい私の趣味ですけど男性だったら、そう、女性だったらできる女の人のがつけといてもらいたいなって、可愛い女の人っていうよりもめちゃめちゃできるのに、この匂い何、この匂い何みたいな、え、良い、楽しい、ちょっと楽しいなんかこの秋一番楽しいかもしれない最近の収録で一番楽しいかもしれないそうだ、チュベローサという、うんうん、一番カルトゥージャの中では、まあ、フェミニンな、まあ、女性らしい香りになっております。ちょっと酸味のあるフルーティーなプラムと、うん、チュベローズのクリーミーなお花とバニラを使った香りになってます、うん、あー、確かに一番女性らしいかも、このラインナップの中では一番香水をつけてるなって感じの香水の匂い、はい、でもそのなんていうのかな、
いやらしい感じではなくて、うん、本当上品な。普段こうメディテラネオですとかビアカメレーレのちょっとこう爽やかな香りをお使いいただいている方が、うんうん、まあ、シーンの使い分けで、まあ、チュベローザですとかテラミアなんかをお使いいただくとこうギャップが生まれてすごく素敵な毎日、はい、お昼のデート、お昼のデート、真夜中のデート、うん、って感じかな。あ、またか、もう全然いろいろ香り変わってくるからさ、どうしよう、こっから抜けられないんですけど、こっちも行かなきゃいけないんですよ、うん、香水以外にもあるということで。そうですね、こちらがカプリ島自体非常にこう焼き物も有名っていうののところで、うん、あのキャンドルホルダーですとか、入っても大丈夫ですか。はい、ちょっと、うん、パカンと、あ、ついてる、このモニュメントが、はい、あとはこちらが、まあ、カプリフォーゲットミーノットという、うん、ちょっとこうイチジクとピーチとダバナというちょっとお酒のようなエッセンスの香りのするルームスプレーあるんだ。キャンドル、シャワージェル、うんうん、ハンドクリームですとか、うんうん、あと全身洗浄用のリキッドソープ、ボディーローションですとか、うんうん、そういったものがこちらの棚にはございまして、こちらのトラベルキットというボディウォッシュ、ボディーローション、ハンドクリーム、固形石鹸、フレグランスの10ミリ。私が嗅いだ匂いでどれがあるんですか。もうこちらのメディテラネオと一番最初のやつ、はい、ビアカメレーレの香りのものが、うんうん、いい匂いだったらさ、これから始めるありかも ね。だってさっき香水っぽくない香水って言ったじゃない、ボディ系って言ったじゃん、これ絶対あれだと思う。こっちはこっちはこちらが柑橘とミルラとパチュリという、うん、ウッドと柑橘をすごくこう絶妙なバランスで配合した、またちょっとこうカプリの神秘的な海をイメージした香りという、ウッディというか、うん、海の近くの木の匂いがする、うん、あー、これね、なんかこう、いい意味で香水っぽくないというか、香水になる前のエッセンスの匂いがする。これは自分がボディ用に使いたい匂いですね。あー、いいかもしれない。これはいい、トラベルキットとして持っていきたいパリに、うん、うん、こちらこちらジェルソミーニディカプリというジャスミンと、カプリで採れた爽やかな柑橘で、華やかなジャスミンの香りなんですけれども、フローラル特有のこう重たさとかを一切感じさせない、日常使いいただきやすいフローラルの香りの、こちら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 全部聞いてるやん、もうだって気になるんだもん。こちらがフィオリディカプリという本当にこう当時社交場だった映画館にパールのネックレスをつけられていく女性をイメージした、うん、こうちょっとエレガントなこう香りというので、実は一番歴史のある香りでもございます。あ、そうだ、この中でも、はい、もうさ、そもそもこれって普通これだけセットじゃないですか、うん、そうです、ね、ボディはボディ、香水は香水みたいな感じなのに、ここまでついてるのってあんまり珍しいかなって思いましたね。で、こっちはこちらが主にこうホームのコレクションになっておりまして、こうディフューザーの3種類のこう大きさのものと、うんうん、あとは、こちらの詰め替え用のリフィルとルームスプレー、うんうんうん、こちらにこう2種類の大きさのキャンドルがございます。なるほど、これもいろんな匂いがありますよっていうことで、はい、めっちゃでかいんだけどめっちゃでかいんだけど、これはこちらが一応スペシャルオーダー品というので、こうちょっとこう、はい、オーダーできる一部の VIP のお客様に、はい、さっきあこら辺からいい匂いしてきたの、もしかしてこの人。そうですね、まさに。これ何年持つんだろう。ちなみにうちの市党だったらオーダー可能ですかね。もちろんでございます。やめてくださいよ、それ最近羽振りが明智さんはどうなんですか。最近左内輪の明智さんはどうなんですか。僕んちこれあってちょっと頭が痛くなるかもしれない。そうだね、物事にはそんな深い空間じゃない、物事にはねこんぐらい、こんぐらいが、うちもこんぐらい、こんぐらいかな実は、はい、今回3本セットというものが11月の1日に発売されるんですけれども、はい、うんうん、人気のこちらのセットでいうとメディテラネオと、うんうん、アマーレというカプリの海風ですとか塩を表現したというちょっとこうソルティーな香りのものと、うんうん、先ほどご紹介させていただいたコラリウムの10ミリ。じゃあお試しみたいな感じ。そうなんです。それがいろんなセットがありますよってこと。そうなんです。何セットぐらいあるんですか。5タイプ。こちらのプリマという香りなんですけれども、あ、この赤いやつ、はい、こちらは通常こう店頭には販売されていない
もともとイタリアで最も歴史の古いオペラ劇場とコラボレーションさせていただいた香りというので、うん、ここにない、ここだけってこと？そうなんです。10ミリオンリー。はい。おお。あ、もういいね。はい。いわゆるこうちょっとこうもうラグジュアリーですとか、うん、ちょっと高級な感じをイメージさせる。でもちょっと石鹸っぽくもある。はい。あ、でもいい意味で香水っぽくないっていうか、うん、本当あのボディフレグランス系、うん、の匂いがする。これあの毎日使いですね、うん、あのプレゼントにもいいかもね。いいかもしれないね。ちなみにいっぱい今日嗅いできましたけど、うん、どれが一番良かったですか？毎日つけるんだったら1681、もうリネンのようにつけたい感じの匂いで、お気になってるのはちょっと待ってね。お、いいっすよね、その辺ね。そうなの、そうなの、欲しかった。そうなのよ、うん、こっちかこっちかかなって感じ。1681が好感度上げる、上げる、こっちが攻めに行く、うんうんうん、っていう感じかな。で、ちなみにここに行きたかった営業時間はどんな感じなんですか？11時から8時までになってます、うん、なるほど。香水沼の人もハマるし、香水始めましての人も絶対お気に入りのものが1個見つかるんじゃないかなっていう感じの香水屋さんだった。はい、皆さんはどの香水が気になったでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。